行動を開始する。向こうまで行けるかな。行けないね。発見した。狙えるか。オッケー。よし、もう一発。よっしゃ。とりあえず地雷をガンガン踏み抜いていこう。発見したぜ。どれだけ血を流せば済むんだ。榴弾を使って、違う。ここね、開けたい。頂上警備。開いた。あら。ここもしかしてそもそもバリケード壊せないところ？え、外したとかじゃない？もう一回やってみよう。あ、壊れねえんだ。あ、じゃあ迂回します。しゃがんだな、あいつ。あともう少しだ、第7初代。当たる。ああ、 HP が若干残った。つらいですね。敵の隙をつけ。やっぱり土の匂いっていいね。確認でき次第行動に移れ。各隊、戦況を報告せよ。よし、OK。よし、2つ目のスイッチ解除に成功。残るはあと1つだ。よし、ただここはすごい敵に狙われやすいので。準備 OK。 いつでも行けるわ。隠れながら進んでください。戦車が動いてますね。お、お、マジか。
榴弾で当たる範囲じゃないかい、そこは。やっぱやられとるやないか。落ちた。あ、え、なにやられたの。あらー、なくなっちゃった。マジか。ふむふむふむ。ここね、壊せるかどうかわかんないんだよね。行ってみる。任しとくね。行ってみる、一応一旦行ってみる。いや、なんか壊せなさそうじゃない。迂回するしかないよ。いや、やめとこ。無駄にターンを使う必要もねえわ。おいや、でエーデルワイス号は左の方から進んでるから、俺らは右の方から進みましょう。敵の位置に注意を払え。各員迎撃用意。マジか、そこに敵いんのか。前方に見えてるのがイグランダの要塞です。やっぱり土の匂いっていいね。敵の確認、その調子で頼む。弾薬は足りてますか。で、これ多分壊せないんだ。第7招待、そちらは頼んだぞ。じゃあここにちょっと隠れて。さて、戦場が広いからだんだんなんか戦力が散らばってきちゃったね。行動を開始する。了解したよ。チームを無視してください。よし、OK。おっと、狙われてるな。出撃する。まずはエーデルワイス号で安全確保。
全周囲防御せよ。マジか。さて、上に狙撃兵とかもういないのかな。ここはまずい。交代だ。あ、嘘。キャタピラに当たらんかった。みんな今は守りに徹しろ。俺の出番だな。前進せよ。危ない危ない、怖い怖い。今なんであそこにエーデルワイスを動かしたかって、アリシアの盾を作る。ヒルギナ、突破せよ。負けるもんか。ほら、当たった。このままスイッチよ。けっ、やった。3つのスイッチ解除に成功したぞ。銀大将尉、よくやった。よし、これより爆弾列車を発進させる。門が破壊されたら、いよいよ内部に突入だ。はっ。けっ。作戦終了。要塞内部への道が開けたぞ。あとは正規軍が流れ込んで終了と。お、Sランククリア、ありがとうございます。なんだこれ、ライフルかな。お、やったぜ。よし、ついに要塞に突入したぞ。ガリアの勇士たちよ、見事ギルランダー王の門を抜いたな。あなたは
あの時の。お前か。これも運命というものか。バルキュリアとしてすでに私は敗れた。だが私はお前にもう一度戦いを挑みたい。今度は一人の人間として。今まで生きてきた自分の存在をかけて。さあ来るがいい。